咲川瑞希は愛知県出身のライブアイドルグラビアアイドルモデル、タレント、コスプレイヤー。名古屋市を中心に活動する女性アイドルグループ、エンデのメンバーである。愛称はみじき。血液型 AB 型。2020年1月時点のボディサイズは身長 155cm バスト 85cm ウエスト 60cm ヒップ 85cm。 2020年1月に公文社とマシバラが主催する第14回ミスフラッシュ2020先行オーディションでグランプリを受賞した名古屋市出身のコスプレイヤーエナコに憧れ心を奪われたのが芸能界入りしたきっかけである2016年10月に名古屋のご当地アイドルグループイノセントリリーのメンバーとして活動を開始イノセントリリー在籍時代には 名古屋アイドルシアターを本拠地としてライブ活動を行った。2019年5月に第14回ミスフラッシュ2020先行オーディションへ応募し、セミファイナル審査を第4位、ファイナル審査を第6位で通過。そして2020年1月13日にグランプリの受賞が決定した。これを契機に芸能界入りする前から死亡していたグラビアアイドルとしても活動を開始する。 2020年10月17日に名古屋アイドルシアターで行われた先川水希卒業公演をもってイノセントリリーを卒業。翌2021年3月23日名古屋市を中心に活動する女性アイドルグループエンデの公式ツイッター上でメンバーとして紹介された。6月19日マイケスターでのエンデお披露目ライブに出演。担当カラーは 水色小悪魔ブルーと発表された。ありがとうございます。